皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は小学校4年生の算数、分数の仕組みを調べよう9時間目の内容です。教科書の232ページを開けましょう。教科書232ページの問題を考えてみましょう。3と4分の1。 引く1と4分の2の計算の仕方を考えましょうという問題です。前回の学習で対分数同士の引き算を考えましたが、前回やった計算と違うところはありますかここで動画を一時停止して、前回との違いを考えてみましょう。考えたら動画を再生しましょう。 前回との違いに気づきましたかそうですね。分数部分を見ると1から2が引けませんね。では、分数部分が引けないときはどうすればよいのでしょうかそこで今日は、分数部分が引けないときの対分数の引き算の仕方を考えてみましょう。ここで動画を一時停止してノートに目当てを書きましょう。 書けたら動画を再生しましょう。では、分数部分が引けないときの対分数の引き算の仕方は、どのようにすればよいでしょうか。ここで動画を一時停止して、ノートに計算の仕方を書いてみましょう。書けたら動画を再生しましょう。計算の仕方は書けましたか ここで教科書232ページのさくらさんとつばささんの考えを見てみましょう。まずさくらさんの考えを見てみると、3と4分の1引く1と4分の2は、4分の13引く4分の6として、4分の7となっています。 桜さんはどのよ次につばささんの考えを見てみると3と4分の1を 2+1+4 分の1として2と4分の5ひく1と4分の2として1と4分の3としています。 翼さんはどののよううに計算したのでしたでょうか。ここで動画を一時停止してさくらさんと翼さんはどのように考えているのかそれぞれノートに書いてみましょう書けたら動画を再生しましょう書けましたかでは、 まず、桜さんの考え方を見てみましょう。桜さんは、3と4分の1を4分の13、1と4分の2を4分の6に直しています。そうすると、3と4分の1引く1と4分の2は、 4分の13く4分の6と直せるのでこれまでに学習した仮分数の計算の仕方を使って4分の7と計算できます。さくらさんはこのように考えました。ではさくらさんの考えのポイントは何でしょうかここで動画を一時停止して考えてみましょう。気づいたことがあればノートに書きましょう。 かけたら動画を再生しましょう。かけましたかさくらさんは対分数を過分数に直して計算していますね。この考え方はこれまでにも同じものが何回かありましたね。覚えているでしょうかこれは大切なので動画を一時停止してノートにまとめましょう。かけたら 動画を再生しましょう。次に翼さんの考え方を見てみましょう。翼さんは対分数の分数部分を見て、4分の1から4分の2が引けないことに気づきました。そこで、3と4分の1を 整数部分と分数部分に分けました。次に3を2と1に分けて、分けた1を分数部分に繰り下げました。つまり3と4分の1を2と4分の5に直しました。式で表すとこのようになります。すると、 2と4分の5ひく1と4分の2となるので答えは1と4分の3となります。翼さんはこのように考えました。では翼さんの考えのポイントは何でしょうかここで動画を一時停止して考えてみましょう。気づいたことがあればノートに書きましょう。書けたら動画を再生しましょう。 書けましたか翼さんは引かれる数の整数部分から1だけを分数に直して計算しています。この考え方は引き算の繰り下がりの考えと同じですね。これは大切なので動画を一時停止してノートにまとめましょう。書けたら動画を再生しましょう。では、 教科書232ページのさらに考えように取り組んでみましょう。4く2と5分の3の計算はどのようにすればよいでしょうかここで動画を一時停止して計算の仕方を考えましょう。解き終わったら動画を再生しましょう。計算できましたか 対分数を過分数に直して計算すると5分の20引く5分の13となるので答えは5分の7になりますこのように対分数を過分数に直して計算することができます別の方法でもできます引かれる数の整数部分から 1>, 1だけを分数に直して計算すると3と5分の5-2引くと5分の3となるので答えは1と5分の2となりますこのように引かれる数の整数部分から1だけを分数に直して計算することができますまた答えはこれまでと同じように対分数でも 過分数ででももどちらでも構いませんそれでは教科書232ページの鉛筆6の問題に取り組んでみましょう。ここで動画を一時停止してノートに問題を解きましょう。解き終わったら動画を再生して答えを確かめましょう。 できましたかでは、確認しましょう。丸1、4と5分の1引く2と5分の3は、1と5分の3または5分の8。丸2、2と9分の2引く1と9分の7は、9分の4。これは答えが新聞数なので、 答えの表し方は一通りです。丸3、5と分7分の3引く1と7分の6は3と7分の4または7分の25。丸4、1と3分の1引く3分の2は3分の2。これも答えが新聞数なので答えの表し方は一通りです。 52と8分の3ひく8分の5は1と8分の6または8分の1 4六3と5分の3ひく5分の4は2と5分の4または5分の1 4七3ひく1と4分の3は1と4分の1または 4分の5。丸8。5-4と7分の2は2/7。これも答えが新分数なので、答えの表し方は一通りです。これまでと同じように答えは対分数でも仮分数でもどちらでも構いません。これで今回の動画を終わりにします。ノートに振り返りを書きましょう。